体操をやる前にすでに選ばれてですね、体操をやれる顔か形かスタイルかバネがあるか柔らかいかがすでにテストされるわけです。はい、それからでないと体操の選手にはなれないというこういった経過をたどっているわけですね。なるほど。で、療養学校っていうのがありましてね、そこで訓練されるんです。はい、だから学校が終わった後みんなこう訓練所に通ってくるわけですね。この宇選手は 9.75 という最高の持ち点を上げております。今のちょっと着台の後ローリングした後が非常に曲がったので収め方がまずかったですけども、ちょっと今大きなミスが2つありました。あとはもうミスしないようにいった方がいいですよ。はい、また宙返り系統が残ってますね。はい、中国の選手のいいところはタンプリングだけでなくて非常にやることが美しいですね。はい、落ちましたね。バク転の連続で2回目で落ちました。今日はみんな疲れてるんですかね。まあ、この辺が総合選手権と違って、ね、種目別というのはまた、ね、違ったプレッシャーがありますよね。はいはい、このたった一つの演技で優勝を狙えます。2回ひねり降りですね。はい、よく最後まで頑張りました。